全てがボロボロの間取り、左サイドの様子が話題に。ムバッペとビニシウスは試合中に1対1の練習をしている。ディフェンスの裏へのランニングやサポートの動きがまるでない、彼らは練習をしているようです。これがあのエンバペとビニシウス？泣きたいぜ。彼らは文字通り同じことをして、同じ場所で失敗した、クソ。ビニシウスがドリブルするスペースがないと気づいた瞬間の倒れ方は面白かったね。そしてもちろんファウルをもらったよ、笑った。好きな選手やチームの場合は賢いプレイと呼んで、嫌いな選手だとそれはチートやダイブだって言うんだよね。なんで笑っちゃったんだろう。おい、ちょっと俺にもやらせてって言ってるみたいだもんね。もっと言うと、お前が自分のトリックをやるなら俺にもパスして俺の番をくれよって感じだね。